どうも土屋です。今日はキングダムで一躍人気になったシーン、そのシーンが飛躍的に強くなったきっかけを作った小王について解説します。ただもし私があの時代に秦に住んでみたいかと言われたら絶対に嫌ですね。小王が作り変えた秦は完全にディストピアです。どういうことなのか説明していきます。まず小王が生きた戦国時代というのはどういう社会だったのかということです。これは氏族社会といって血縁関係にある身分制度によって社会が構築されていた社会です。これはどういうことかというと、例えば村長を決めるとなった場合は一族の本家の人々が代々就任して、分家の人はその補佐役に代々つくという感じです。本家と分家に関しては越えられない壁があり、本家が支配する地域に関して絶対的な秩序がありました。分家が本家を超えるなんてことはありえないんです。ところが本家の人間も頭が上がらない存在があります。地域の顔役ですね。大体この地域の顔役の一族から集落が仕切っていて、逆らおうものなら地域社会から追い出されてしまうわけです。そしてその顔役も頭が上がらないのがより広い地域を支配している顔役といった具合で、孫昌天に君主が存在しています。つまりこの当時の支配構造は重層的なピラミッド構造と言えるわけです。逆に言うと、君主はそれぞれの地域の支配に関して強力に統治しているわけではないんですね。地域の権力者の協力があって初めて統治ができるといった感じです。どうしてこんな支配体制になったのかというと、農業生産体制と密接に関係があります。当時の農業は生産効率が悪くて、集団でないと食えないんです。つまり核家族では生きていけないんですね。だから血縁がなくても集団作って、みんなで生産物を分け与えるようにしていかないと飢え死にしちゃうんですね。複数の縁もゆかりもない集団を結びつけるために宗教を利用しました。その集団を構成する共通の祖先伝説を作ります。祖先がとんでもなく強いやつでカリスマがあったとします。その祖先を祀ることでその力を分け与えられるようとするわけです。つまりその集団の一員である限りはその恩恵に預かれるんですね。本家の人たちはその祖先の力を色濃く受け継いでいるため、特別なパワーがあるとして本家を中心とした秩序が作られるわけです。文句があっても集団から離れたら飢え死にするから、分家の人は反旗を翻すなんて考えられないんです。ところが鉄と牛が全てを変えます。鉄が大量生産されたんで、より多くの畑を耕すことができるようになりました。また牛、これは農耕のために使いますけど、鉄製の三角形の刃先を持つ隙を牛に引かせて畑を耕すことで生産性が飛躍的に上がりました。牛犁耕というやつですね。これによって分家でも耕作に向いた土地を見つけることができれば金持ちになれる可能性が出てきました。本家が絶対偉いっていう世界観が崩れ始めるんです。こうして氏族社会の基盤であった本家が偉いんだっていう世界観が分家から富裕層が出始めることで崩れていくと、世の中の価値観も変わっていきます。支配層の間でも同じですね。下国上が流行するんですね。それまで州を創出として州によって分家された諸侯たちが州を尊重していきましょうねっていう尊王攘夷を基盤とした世界だったんですが、秦が分裂することで終わります。秦はもともと周王の弟が作った国です。これを家臣の長子、義子、漢子が独立をしちゃうんですね。これを周が承認しちゃったことから下国上が認められてしまったということになり、実力次第の戦国時代に突入していくんです。ところが支配層は下国上そのものを警戒します。既得権益が失われちゃうんですね。氏族制度を維持しようと不信するんです。当時の王は自国の領土全てを支配しているわけではなかったんです。王は自分の弟や親族に領土を与えて自治を認めていたんです。親戚だから下国上とかなくないっていう考え甘いですね。歴史がある国だと300年前の君主の弟の子孫みたいな感じで、もはや他人なんです。そうした王侯が支配する土地は君主は入れません。兵士が何人いるのか、税金がどれだけ取れんのか、そもそも武将や兵に対する指揮権など君主にはその土地にまつわる権限が何にもありません。そうした自治の土地が多い、すなわち王族の数だけ君主権は弱まっていくんです。例えば100万の兵隊がいたとして、10万が王が直接動かせる兵の数、90万は他の王族の兵なので、戦争をするってなった場合は他の王族に対する恩賞などで協力してもらう形で執行するわけですね。ここで君主が下手なことを言うとへそを曲げて逆に反旗を翻されるかもしれません。秦を含めて戦国時代の国の君主たちはみんなこんな感じだったんです。でも秦は変わったわけです。小王という男の改革のおかげです。小王がやったことは、簡単に言うと法の下での平等を履行したことです。君主以外は皆奴隷と言ってもいいでしょう。地域での権力者は認めない。それが王侯貴族であろうが、ルール違反した人は厳罰に処す。そういう世界です。一見良い国のように見えますよね。
まず彼が手をつけたのは氏族社会の分解です。分離の礼というものです。一つの家に二人以上の男がいるときは次男以下を追い出して分家させないといけないという法律です。集落では本来一族が集中していたんです。同じ祖先を祭り、困ったときはお互い頼り合う社会です。これを分解しました。法令を破ると2倍の税金がかかります。分家するときは国が指定する土地に行くんですね。土地は縁もゆかりもない戦争で奪ったばかりの土地に行かせます。残されたのは祖父、祖母、父、母、そして自分の嫁と子供、こういう単家族です。これにより本家と分家という世界を潰します。そしてそれぞれの集団が何人いるのかを把握します。これで徴兵と徴税がしやすくなるんです。また分家させていった家族たちを共同体に組み込みます。相互監視システムの15の制というものです。これは縁もゆかりもない5家族を集めて1組として編成するものです。互いに不正がないか、反逆を企てていないかを監視させ合います。組内で悪事があれば親兄弟でも告発しないといけません。告発されなかった悪事がバレたらご家族みんな処罰します。それも養蚕、すなわち胴体を真っ二つにされる刑罰を課されるんですね。逆に告発した者には軍功を挙げたのと同じ報奨をもらえます。要するに人々を恐怖政治で縛り付けたわけです。秦では道に落ちた者を勝手に拾う者がいなくなったと言われています。当然ですが、昭王に対して反発する連中も出てきます。そもそも昭王は秦の人ではありません。魏の人です。本名は公孫王と言います。魏は当時は大国で覇権を握っていました。なので人材が豊富で彼が活躍できる余地はありません。彼の師匠が魏の君主に推挙したんですが、受け入れられませんでした。その時師匠は昭王を採用しないなら殺した方がいいと言ったそうです。必ず魏の災いになると。昭王は秦で就職し、宰相となります。君主の後ろ盾を得て強力な改革を進めていきます。軍功も立てて昭の土地に報じられたので昭王と名乗ります。強引な改革をしたので旧来の貴族たちに恨まれるんですが、太子ですら罰せられたので皆口をつぐみます。改革が進めば進むほど既得権益を奪われる人たちは復讐の時期を待ちます。昭の改革の中ですごかったのが軍政改革です。軍功釈制といって軍功を上げれば誰でも成り上がれるんですが、軍功がなければ王侯貴族でも地位を剥奪されるというものです。さらに戦争において功績を上げなければ死刑という厳しい制度であったため、兵たちは死人物狂いで戦います。爵位があれば罪があっても爵位を返納することで罪は贖えることもあり、みんな必死です。こうして従来地域の権力者のものだった兵たちも君主に直接忠誠を誓う成り上がりが続出し、真の兵の強さの源になりました。また地方統治も改革しています。県政を施行したんですね。これは地方に県という行政単位を作ることで地域権力者を追い出して君主が直接統治できるようにしたものです。君主の代行として一代限りの官僚が派遣されます。官僚は君主の命令を実行するだけの権限しかなく、しかも世襲を許されず頻繁に任地替えもありますから、地域に根ざす権力が作られようがありません。また土領庫を統一し課税の不正をなくしました。最初は懐疑的だった法の施行です。一つの伝説があります。民衆に法をしっかりと執行することを信用させるために3畳もの長さの木を都である陽の南門に植え、この木を北門に移せば10金を与えようと布告しました。しかし民衆はこれを怪しんで木を移そうとしなかったんですね。そこで賞金を50金にしました。するとある人物が木を北門に移したので昭王は布告通りにその人物に50金を与えました。こういったことでまずは改革への信頼を得ることができました。またみんなに法を守らせるために大使の教育係である公孫飛が法を破ったんで、これを処罰することを高校に願いました。公子飛を鼻そぎの刑に処し、また教育係の公孫家を額への芸刑、入れ墨の刑に処し、そしてもう一人の大使自重の宿官を死刑に処しました。このため公子妃、公孫家の両人は恥じて外出しなくなり、昭王を憎悪したと言います。ですがこの後すべての人が法を守りました。そうすると法の効能が出始め、10年もすると田畑は見事に開墾され、兵士は盛況になり、人民の暮らしは豊かになり、道に物が落ちてもこれを自分のものにしようとする者はいなくなりました。称賛の声を上げる者もいたんですけど、昭王はそのような者も世を乱す輩として容赦なく偏見の地へ流したので、法に対して口に出す人はいなくなりました。こんなことをやってると昭王に対する憎悪は深まります。恨んでいた多くは旧来の貴族であり、改革によって君主の独裁権が確立されると彼らの権限が削られていくんですね。だから昭王を恨んでいたんです。皇后が死去し、太子妃が即位し慶文王になります。王は太子時代に罰せられていたので昭王に対して恨みがあります。また
秦王の後見役の孔子妃孔孫からは反昭王派を斬訴します。昭王に謀反の罪を着せようとしたんですね。危機を察知した昭王は都から逃亡し、途中で宿に泊まろうとしたんですけど、宿の亭主は昭王であることを知らないので、昭王様の厳命により旅券持たないお方をお止めしていてはいけないという法律ということになってますと、あっさり断られました。一旦魏に逃げるんですけど、昔魏の公使を騙したことを忘れていない魏は軍を発し、即座に国内から追放します。仕方なく昭王は放置の将で兵を集めたんですが、秦の討伐軍に攻められて戦死しました。慶文王の厳命で、その遺骸は弁地で見せしめのために車列の刑に処せられ、遺体は引き裂かれて晒し者になり、一族は皆殺しにされました。秦はその後どうしたかというと、昭王の路線をそのまま受け継ぎます。王も個人的には恨んでいたんですが、改革の力を実感していたんでしょう。蘇は同時期に呉期というものが改革をしましたが、王の死後元通りになってしまいました。その差が秦を強くし、蘇を弱体化させたと言ってもいいでしょう。秦はこれ以降飛躍的に力を増し、天下統一のための力を唱えて戦国時代を終了させていくわけです。その背後には昭王の改革の力があったんです。もっともこれで秦の民が幸せだったのかというと別ですが。